週刊ファミ通で編集長してます林です、ミリオニオンホテルはぶっちゃけその遊び始める前遊び始めた直後ぐらいは割と単純な、まあ、木村さんらしいテイストだけども中身は単純なパズルゲームなのかなって思ってたんです。でも実際遊んだらもうすげえゲームらしいレベルデザインがされてて、なんかちょっとずつちゃんと自分が上手くなって倒せそうもないボスがなんかどん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 、まあ、コツをつかむとしっかり倒せるようになり、そしてフィーバーが連発するようになり、最初2桁だった得点が100万200万300万と増えていきっていう、なんかねパズルゲームもともと好きなんですけれども、久しぶりにこんなにハマったパズルゲームに会いました。ほんと結構いろんなとこで勝手に宣伝してるつもりなんですけれども、ミリオニオンホテルは超面白かったです。あ、面白いです現在進行形で、なんかまだミリオニオンホテル遊んでなくて偶然うっかりこれを見た方はファミ通の編集長に騙されたと思って、ダウンロードして遊んでほしいと思います。こんな感じです。楽しいです。